ああ、もう鬱陶しい。義弟夫婦が離婚することになったんだが、義弟嫁に、私のせいだって言われたわ。頭おかしい、あの女。私たち夫婦、結婚して2年目。まだ子なし。旦那は地元企業に勤務していたが、この度、遠方に、新しく営業所が開設されることになり、一緒に行くことに。義弟夫婦、結婚4年目。同じくこなし。一昨年勤務していた会社が、規模縮小による人員整理があって退職。運よく、すぐに、次の職場が見つかったが、そこは転勤がある。そして、新年度から着任するようにと、転勤の辞令が出た。昨年暮れに内事があって、そこからずっと揉めていたらしい。で、義弟嫁から電話があった。義弟嫁は、義弟に単身赴任で行ってほしいらしい。だから、お姉さん、私、も単身赴任してもらってくださいって。だからって何？と思わず聞いた。だーからーわかりません。いや、ちっとも。義弟嫁は、修学旅行、社員旅行以外で県外に出たことがない人。誰も、知ってる人がいないところで暮らすなんて考えられない。怖い、無理。転勤があるなんて結婚するときなかった話。騙されたようなもんだ。だから単身赴任してほしい。というのが義弟嫁が単身赴任してほしい理由。まあ、そういう人もいるだろうなぁと思うけど、それって、夫婦の問題だし、なぜ、私も右に習えしなきゃいけないの？そう聞いたら再び、だーからーわかりません。この言い方うざいわあわら。いや、全然わかんない。うちは、一緒に行くって決まってる。っていうか行きたいって言ったらガチャ切りされた。それから1ヶ月半ぐらい経って離婚するらしいと聞いて、先日義弟嫁から言われたのが、お姉さんのせいだからね。って言われた。どうして？って聞いたらまたもやガチャ切り。マジで頭おかしい。私が、一体何をしたのよ。何が、どう私のせいなのよ。まさか女子高生のツレションみたいに一緒に残れってこと？ま、でも、これで、赤の他人になるのは嬉しいわ。